どうも、なおちんです。100英雄伝やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日もいい感じのキャラクターが出来上がりましたので紹介します。ウェーブですね。何が強いかっていうと、アクティブスキルの魔力乱撃、これがとにかく強いんですよね。横一列の敵に中ダメージを与えるっていう技なんですけども、便利だし火力が高くってすごくいい。で、ウェーブはちょっとね、残念なところがあって、私レベルを上げるのをミスっちゃって99にできてないんですよ。ぜひ99にしたいんですけども、なんとかならないかなって今考えてるところです。で、ウェーブはステータスが結構いい感じに上がりますよね。で、ルーンのセットはこれが間違いないです。これが絶対いい。まず技2のところなんですけども、ここは何でもいいです。使いません。これで攻撃はしないので、ここは何でもいいと思います。そしてステータスアップ、ここは強力のルーン、間違いないですね。攻撃力を上げましょう。で、魔力乱撃のルーンですね。これは変えることができなくって、これで攻撃をしていきます。で、これが重要。全タイプのところに、戦士の極意のルーンを入れましょう。戦士の極意のルーンは、前線に立つと、熱血状態になるっていうやつですね。熱血状態、むちゃくちゃ強いです。んでもって、これが重要。さらにね。SP チャージのルーンです。毎ターン回復する SP が2になるっていうスキルなんですけども、これを入れることによって、毎ターン魔力乱撃、これで攻撃することができるので、めちゃくちゃいいです。まあ、とりあえずどんな感じなのかやっていきましょう。ちなみにアクセサリーですけども、エレメンタルシンボルを入れてます。攻撃力を上げてもいいんですけども、魔法抵抗があまりないため、これを装備してる感じですね。それでは戦っていきます。SP の最初の溜まり具合は運です。まあ、運よく2だったらいいんですけども、1、0の時ももちろんあります。まあ、その時は次のターンまで防御して待てば、次のターンから攻撃ができますので大丈夫です。で、ぜひともね、ダイクストラ、これと同時に使ってほしい。おたけび力、これがね、ものすごい強いんですよ。攻撃力が 1.6 倍ぐらいになりますので、火力がぐっと上がります。では一発目から使えるみたいなのでいきましょう。魔力乱撃レベル99だったらね、もっとダメージも上がりますし、速度も上がってる、もっと使いやすくなるはずなんですよ。レベルが低くてもこんな感じ、800台よ、800台のダメージを与えることができますので、もう雑魚戦だったらもう間違いなく、無双できる、間違いないです。これね、レベル99にほんとしたかった。でもね、また1からスタートするっていうのがちょっと躊躇してしまう、そんな感じですね。こんな感じで毎ターンこれを打つことができます。一列攻撃でこの火力、むちゃくちゃいいよね。はい、ということで今日はいい感じに出来上がったウェーブ使っていきました。とにかく魔力乱撃が強すぎる。横一列だし消費2で打てますので、これがすごくいいですね。そして、SP チャージのルーンをつけることによって、毎ターン魔力乱撃で攻撃できますので、ぜひ装備してみてください。そして戦士の極意ね、これも絶対に入れた方がいいです。まあ、一つしかないやつなので、他のやつにつけるっていう手もあるんですけども、まあ、ウェーブにつけるとすごくいいので、ぜひ、やってみてください。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。